皆さんこんにちは、いつまでもバイクでチャレンジチャレさんです。はい、潮風公園をやってまいりました。はい、今日ここから1本撮ろうと思います。あ、おっし、うっさぜ、うっさです。どっちから来た？あっちから来た。あ、今日こっちから？うん。もう、区が寄った？区が寄ってない。寄ってない。区が寄らずに、あっち、中国道から来たから。あ、そうなんだ。今日はもう全然、誘うのは誘ったけど、待ち合わせなく、放置で、現地で、子供じゃないんだし、みたいな。ゼロだそうです。30年ぐらい乗られてたし、R で僕のなぜかハーレーで、今吉武さんの F。 だいぶ集まってきたので、ちょっと皆さんのバイクを見て回りましょうかね。 K0、 はい、で RD かな。そして FA、 私のバイクですね。はい、今日はチャルさんチャンネルの URL もつけてます。で CBX、 これはカーカーかなんかのマフラーですかね。センタースタンドがついてます。あ、これもセンタースタンドがついてる、すごいね。はい、これC ですね。バブ、懐かしいね、バブ。はい、K、 K、 吉武さんの 1100F、 これは何、72かな、カタナのサイドカー。AZ1300 CBX、 これ CBX ね。これ一郎くんの FC CBX なんだけど、これは C ですね。プロリンクサスに初期型外装をつけてますね。これはボルツー、あれがないと使う。F の数がなんかあんまたくさんいないです。1、2、3、4、 4台ぐらいしかおらん。 X は多いけど減ったね。だいぶ台数も増えたんで、もう一回ぐるっと回ってみましょうか。こっちは全然違うグループです。三半フォア K ですね。 K、 ここら辺は違うバイク。 X、 X 多いですね。XXX それからですね。そうだね、今で離れたのもあった。あ、久しぶりだね。え、どれできた X? CX X になった今度。まあ、ボルドールもあれば、うん、ね、R もあれば CX もあるんだけど、乗れるバイクが、うん、ない。こっちはさっきと変わらないんだけど、後ろの方はどんどん増えてますね。
はい。うん？ノーマルいいね。これつけたまま車検通るんかね。光量がなんかやばそうな気するよね。今それ言われて気がついた。確かヘッドライトの前になんかかぶせ物しとったら車検通らないのが以前がそのパターンやったけど、うん、もしかしたら現行は関係ないかもしれない。あ、そうな。前は、うん、ヘッドライトの前にかぶせ物あったら、ね、車検ダメやったんです。確かね、うん、けど今は変わったかもしれない。あ、から羨ましいです。ねえ。フレームをこっちの裏側もきれいにしてますね。もうほんまじゃすごいな、もう。ほぼほぼ何もいじってないノーマルでしょこれ。うん。フロントのマスターシリンダーもノーマルですか。うん。本当だ。これプラスチックがね、朽ちてさようならっていうのが多いのに、うん。すごいすごい。まあ、ここまで来たらもういじらん方がええよ。いやもうこれはこのまま、あ、今やと部品手に入るからいろんなものが、まあね、全部とは言えないんですけど、ね、うん、入らんの何が入らんのかな。いや調べたことないから何が入らんのかな。自分のだって調べてないのになんとかなんとかするよね。だけどそうエンジンはだって今すげ替えがまだできるから。どういうこと。ノーマルのエンジン送ってで、そのまんまノーマルのエンジンを付け替えでもらえるんですよ。そうなん。その関東の店、ATR か。そうなん。それはエンジンいじってないやつですよ。だけどオーバーホール済みのやつが、へ、まあ、値段はそこそこしますけど。そう、まあそりゃそうですよね。へえ、そんなこともあるんだ。ミスがないないって言いながら、だけどあんまないか。ナイス。あんまりないか。ナイス。あんまりないか。ナイス。X だらけ。X だらけです。X あんだけ街中ではまだ F より見ないですけどね。普通ね。だけど一応 X のオーナークラブの元会長が主催ですから基本。しょうがないですね。でも玉数的には F 一番出てるはずなんですけどね。残存してないっていうか周知されてないんだよね。ミーティングのことが分かってない。いやだけど多分長くやって若安の頃にひどい目に遭わされて終わったんちゃいます。ああそうやね、あったよね。長かったもん若安の頃が。そうやね、全部ゴミにされたんじゃろうね。そうそうそう。あの頃 Z とか刀高かったっけね。あの頃から高かったからあの2台はね。外国、あのフェイスブックなんかで 1100F の外国の入ってる、うん、まあなんかまだ未だに大切にしてる人もおれば相変わらず鉄くずみたいな人もおるし。あ、自分1100買った時はまだ値段低かった頃、底根に近かったですね。ああなるほどね。絵の鉄くずでしたよ。 あれとも金かかってるよね。これがこれなんだけど、うん、エンジンだって4機目だもん。クランクケース。そう。クランクケース。上は全く別、また別ですわ。金さんもでもケースは2個目ぐらいだよね。確かなんかスタートがザクザクじゃったとか言ってよ。あれもしかして新さんのような気がするが気のせいかな。めっちゃ調子いい。うん。気のせいではない。あの黒いマフラーのインテグラは新さん年代もっすよ。あのヘルメットも。あの擦り切れたホンダのマークは金さん、あ、新さんです。どうしたん、あの人直らん。
治ったけど、もうしんどいけど、今日さっき帰った。帰った。あ、そう。メガネ外れちゃった。分解できる仕様かと思った。そうじゃないで。ピストンリングが割れとった。あ、そうなんです。はい。なんと。うん？どうした？今度は。これは家の中にダイヤなんですけどね、なんか踏んだ。踏んだかもしれない。釘かなんか。釘ですね。危なかった。危ない危ない。今日もやったこの回しんどかったっけ。うん。だけど、まあ帰るわとか言って、そんな荷物積んでるの見とったら。うん。ほこりだけ貼ろうときた。いや今期多分治らんかったんでこれとか思う。いや見らなったよ。もうリングは割れとるわ、シリンダーガスガスやわ、うん、シムは足らんわ、あキャブのウシレーターはポロクタでから全部砕けるわ。あ、そうなんだ。すぐ部品注文してからネットで間に合うん。これが間に合うっちゅうのかね。さすがの現代だな。ヤマハの XR1200 のシム、うん、ちょうど合う。なるほど。ちょうどええとこのサイズのシムがもうないんよ ね、 あのね、みんなこれタコ棒やりすぎて。バルブシートももうぐさぐさやって。去年もでもバラしたんじゃなかったっけ。去年はね、ヘッドルして、チェーンテンションのところのネジがもう、うん、バカなくて、あれ、スタート入れるのに下ろしたんですよ。うん、で、そこ行ったら、ひでえなって言うんで、また今年。な、ワイセコの新品入れて。じゃあ、1123か、今度。なるほど。あ、毎年持ってきちゃバラしてもらえる。毎年なんかバラしてあのご心配かけたエンジンかからずも結局どうやった。結局ね、あのキルスイッチだ。そうですね、言ったよね、うん、でだけどかかったんよ。あの全部配線見直して、キルスイッチもオーバーホールというか分解掃除してやったらかかったんだけど、ボッて火が出て煙がモワーって出してたけ、これダメダメって。そこから出だしたけ、もういきなり変えて、もう新品買うて付け替えた。あの設定のところ粉、いや全部やったんじゃけど、綺麗にしたんじゃけど、もうねそんなとこに心に不安抱えて乗るのに嫌じゃけね。新品、まあ、20年使ったしいいわと思って、高いもんじゃないしと思って変えた。社外品じゃし俺の。キルスイッチであの止める癖をついてる人は結構あそこにあの端子の粉が、いや普段止めんのよ。だけどあの日に限ってあれで切ったんや。ほいでかからになったんや。いや昔これなったんや。あ、そうね。なんでとかで点火してへんやんけとか自分で調べてたら、キルスイッチは開けていったら粉が接点3つあるうちの粉が防虫させてもらう。そうなんで、で前は買ったらあの中のライトの方にコネクタ挿すじゃん。9ピンのコネクタで8ピンになっとるんよ。1個どっかかけとるよね、うん、であれが案の定右と左どっちからかけとるような話になっとって、あなたのバイクに合わせた方をつけなさいみたいになっとって、出たや出たやってポン付けじゃないわと思って。X ばっかし、F 全然おらん。はい、新さん来られんもしと。はい、私のエンジンの海の親来られました。悩みはもう。はい、一応ね記念写真を撮って終了しました。はい、これから飯食って帰りまする。はい、はい、新三バイクですね。
いや海綺麗だな。うん。俺の YouTube のオープニングのとこここで撮った。あ、そうなんすか。あ、バイク？うん。なんかブオンブオンブーって走って出るところの最初のオープニング、はい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 、ここで撮った。バックの背景これになった。という感じで、ミーティング、はい、K と X だらけで F は全然全滅に近い状態でしたが、はい、一応無事に、はい、終わりました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。